そう、なぜか俺のだけみんなギャーギャーうるさいうるさいぜ。そういうこと、こいつは耳が悪かった。そう、やっぱりね、あい音楽き日本の音楽聴いてるからこうなってん。さあ、俺のことやな。俺はよあのアンボーとかターミネーターとか、ああいうダイハードとか、ああいうハリウッドとか、あのジャッキーチェンとかのあのプロジェクト作品とかよう見てたからな。映画ね、音楽よりこっちを選んだよ。映画好きやったんだよな。だってこれもバックグラウンドミュージックやから、元からビーってゲームの、そう、これが弱ってん。そう、なんか最近ゲームなんか声優の女歌手かねて音楽やめとけ。お金使用料ってのはこいどけちかん。ああ下のなんだね、あーぜもあれもしかして、ああ東京か、本当に23みたいな、とこの滋賀県か、さすがやな。あとね、36もう一つ坂本馬、これ M って意味、その坂本って意味、あのこういうこと、多分みんな分かった。 Google とかの Google の Android とか Apple の iPhone とかでってさ、 あいつら相当世界中に圧力かけたが、日本政府の税金とか我々の税金とかって圧力かけて、とんでもないことだな。よーアメリカ、ああまあ一体こういうことや。まあさあ、宮津さんのよう、あいつ本当に関西ですか、ね、とても関西に見えなかった。大津って京都市会やの、その兄よかんもらったね。びっくりやな。ああ日本人、これか、あ、すいませんね。ちょっと立憲民主党日本維新の会はフォローさせてもらって、うん、ええんや。なんで自民党のね、どこにあいつらの知名度向上になるか、やめたいんや。逆やめたいんや。あいつらの特集逆、あんまりしない方がよかった。逆に言うとこういう痛い目的な、おい一応小泉さんもこうやってんの、一応さんたちもこうやってやったよ。そう、最初はこういうこと、おそれ前提であれをしたの。最初からこういうことで、そう、こういう車のとか救急車とかこういう電車の音がよかった。雑音や、そう雑音やったら防げる。皆さん外でやれ、あんまり中はやめたよ。だから寒い時はもう残念だけどこういう上着着てくれ。もう寒すぎたらもうゴツゴツの、残念だけどそういうこと、そういうことです。残念だけど外でな。なんでか、そう、なんで急に通報したの、あいつやん。
こういうことや、こいつね、俺目障りやったんだよ、長浜市の全事業所にそう圧力かけたんや、首にしてたんや、旧長浜と木の元総動員してこうやってたんや、こういうこと認めたんや。ああ自分は日本政府公認のテロリストだって世界中に公表したんや。ああ言っちまったんや、日本政府公認のテロリストね。ああそれと広島の再選挙で、そう宮口さんおめでとうございますね。ああ松健康さんたちもおめでとうございますね。北海道はねアイヌ共和国にしようで、青森も加えて、そうやろうかって検討者に、そうこれで行こうって言った。あああいうことですね。ああ、ああいうことや。やっちまえってことや。ああ、日本共産。ああ、日本の維新の会をそう野党として、そうしたらどう。ああ、いずれ連立体制組まんと何。社民党は残念だけど、ちょっともう、降りてもらうしかない。ちょっとね、私もね、あの、不正選挙の計算者ね、当時の今立憲民主立憲党、立ち民党、国民つながり、そう民主党ね、まあ、ギリギリのところで一応220議席、まあ過半数未満やけど全体的に準過半数で維持して、それから日本維新の会100議席って言った、日本共産党50議席ね。残念ながら社民党は全員落選した。残念ながらこれ、あともう一つね、自民党、公明党は全滅した。自民党も50議席以下やってん、そう全滅したんや、そう全滅。無所属はもう 10名か20名ほどが再当選したんや、そう勝ってたんや日本維新の会、そう100本当の野党にやってたんや、むっちゃ勝ってたって分かって、そう不正選挙や、完全にアウト。ちょっと不正選挙に関してはちょっと死刑的よね。そうあと芸能人のな汚職はいいんか、ちょっと、これ最悪、死刑適用せんだ。俺で死刑制度残してたから、万一の場合に。ああ、自民党ね、さあ、不正選挙してた。さあ、総務省もやっぱ共謀してたからさ、もう霞が関の官僚たち会うてね。滋賀県会うと、もう私ね、公式にちょっと、せっかくやから田島一生さん、申し訳ないよね、衆議院第二選挙区やからね、小選挙区やからね、あ、なんだけど、ちょっと見るには、ね、俺、脳内でな、情報を即通知して、滋賀県選挙管理、中央選挙管理会に即通報して、これでやってたやん、さあ、残念だけどね、ちょっと、投票は今回一時、長浜市長選挙はもういかない、ちょっと悪質やったね、もうやめた、そういうことはやめた、もう、俺ちょっともし国会議員立候補したらちょっと芸能界に強硬路線にとった制裁法導入しようがて、自衛隊法の防衛出動規定使うね、ああ旧長浜と木の元本当に侵攻しようがて検討した、ああ戦争仕掛けようと思った、もう仕方ないや戦争やん、もう戦争だて、ああこうやってやってんやつ、ああこうやってごまかしてんやろみんな、わしてねや、うん、ああ俺も暗号式の会話してるな、さあ最初からこいつの名前あらへん、自分のなんで3なのって最初から使うわけねえやん、こんな日本政府公認のテロリストに言われるか、あ昨日と吉田一貫、まあ虐殺してもいいで、こいつは所詮あんなテロリストはすごい子親類じゃないかって、ほんであんなに各界に圧力かけてたんや、これは誰も逆らえんわな。それは誰も逆らえんわ。それは誰も逆らえんわ。誰も逆らえんって、こんなもん。こんなもんや。ああ、旧長浜ね、全域。と、長浜市ね。むっちゃな、低い。ああ全然法改正してないよ。非課税枠ね、88万円とか。もうちょっと引き上げ、500万円ね。さあ日本の芸能人いる限り無理、アメリカを完全に銃殺権にせんと気が済まん、もう戦争やん、戦争やん、もう笑い事じゃない、戦争やん、もう戦争やて、さあなんでフジテレビばっかりで、私からは芸能事務所を責任追及せん、問題のある場所
そう、なんでフジテレビ呼ばれたの？そう、やっぱみんな海洋祭で問題で無理、こいつは各界に影響力、悪影響力を行使してるテロリストだから無理、だから経歴も詐称できるんや。福島教員、だから日本政府公認のテロリスト、世界最高の邪神じゃないか、邪神じゃないか。ほんでみんなビビってたんか、あいつ通報しまくってんや、世界中に通報しまくって、こいつ採用したらお前ら、うん、日本政府使って潰すぞって、こんなこと言ってたんじゃない、世界中に。お、多分言ってたと思います、多分言ってたの、間違いないね、うん、そういうことですね。何をし、そう、勝ってたんや、あの2012年の衆院選挙でさ、100議席以上取ってたんや。ほんで今の 立憲国民つながさ、もうね、220議席ほど維持して、うん、ちょっと減ったんやけどね、減って、うん、維持して、田島さんも無事再選、そして参議院選挙ね、徳永久志さんも無事再選したってこと、どういうことなんで林久美子さんもギリギリ再選したの。そう、残念や、世耕弘成が、そう、落選しました。そう、調べたら落選した。シミュレーションした結果ね、あれと、日本共産党は躍進しました。300名近い立候補者です。50議席取りました。50議席取った。定数の関係上来れないや、衆議院は。こんな前で、うん。そう、50議席ほど取った。すごい快挙やった。調べたらね、すごい勝ってたやん。うん、会がそう本物の野党になってん、野党としてなってん。ほんで立憲、まあ当時民主党も日本連立に消極的やと言われる。まあ仕方ないや、連立組むんや、そう単独過半数、ね、連立組まざるを得ないや、50、これで280近い議席取ってん。反自民、反公明系の無所属やよ、そうこのね、まあそういうことでした。そう、日本維新に分かります。そう、あの衆議院選挙、大幅に議席獲得してたってか、そう、あのたちも勝ってたんや。そう、今頃よし、万歳って言ってたわ、もうみんな。ありがとうございます、初の、うん、当然、言ってたで、みんな。党の本部で言ってたで、みんな。国民のために動きますって、絶対言ってます。あれもね、決闘します、絶対言う。もういろんなマニフェストを掲げてますから、ちゃんとやります。わあ、与党たる民主主義の敵に対立しながら、うん、大変、うん、議論していきます。国会運営していきます。うん、お約束します。こう言ってたはず、うんうん。当時のね、そう野田佳彦さんも、うん、その責任追及されたわけ、最終的に。ああまあ、私も、うん、含む民主党の関係者の不祥事は、うん、いたしかん。でも国民は、うん、我々を見捨てなかった。我々は、うん、決心をして、我々の決意を、うん、改めて再評価してくれた。ありがとうございますって。ああ我々は今後も政策をする。こういうことですね。ほんで記者から、新しい閣僚の人事、もちろん女性も含めて、うん、います。もう、うん、もう我々の慎重だった日本共産党の、うん、年率を、うん、検討する。それぞれの議席も少し減ったんでな、前回より大幅に減ったんで、もう減ったんや。皆さんの議席を配分したのってことです。日本維新、一緒に、ね、協議します、野党に。ほんで、記者たちが、自民公明は大幅に減って、公明党はほとんど全議席を失いました。さあ社民党も、ね、ほとんど議席落ちてもたんや。で、接点。